全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。この動画では全国障害年金パートナーズの受給代行事例とお客様の声を紹介します。今回紹介するのは埼玉県にお住まいの佐藤さんという40代の女性です。病名は双極性障害で認定日請求を行いました。その結果遡って2級が認められ年金額は約130万円、訴求額は約650万円にもなりました。家族に対して暴力的になる、うつ状態の時は家事や育児が全く行えないという状況でした。いくつかの病院で治療を続けていましたが10年近く経っても症状が改善しません。そのような中、障害年金の存在を知り、私たち全国障害年金パートナーズへ依頼してくれました。佐藤さんの日常生活状況は次の通りです。うつ状態の時は買い物に行けない。そう状態の時に買い物すると万引きをしてしまう。100万円を1ヶ月で使い果たしてしまうなど、金銭管理は行えない。自転車に乗っても転倒し、車を運転しても事故を起こしてしまう。食事を作ることができず、家族やヘルパーが用意している。掃除や片付けはできない。通院には家族の付き添いが必要。薬の管理は家族が行っている。うつ状態の時は人と話すことができない。そう状態の時は他人に対して攻撃的になる。バスや電車は吐き気から乗ることができない。銀行でお金を下ろそうとしてもパスワードを忘れてしまう。社会的な手続きはすべて家族が行う。私たちでサポートした結果、遡って障害年金2級が認められました。最後に佐藤さんの声を紹介します。生活に余裕がなくても働くと長く続けられず精神的につらかった。インターネットで障害年金の存在を知り、情報を検索していて全国障害年金パートナーズを知りました。すぐに依頼しました。宮里様の誠実な対応とレスポンスの速さ、ホームページの内容が信用のおけるものだったためです。最終的な手数料は安くはないが、役所や病院への対応に煩わされる手間や支給されなかった可能性を考えると依頼して正解でした。素早い対応のおかげで依頼から4ヶ月で障害年金が受給されました。ありがとうございました。佐藤さん、ありがとうございます。この動画を見て自分も障害年金を受けたいと思った方は、ぜひ全国障害年金パートナーズに依頼してください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。